今日ご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあなたの恋が開花する時期やタイミングはというテーマで、あなたがですね、今している恋が開花するタイミング、もしくはあなたにですね、何か新しい恋が訪れる時期やタイミング、まあそれがですねいつなのかというのをですね、今回はリーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングということでね、カードを3種類ご用意させていただきました。選択肢としては左から A、B、C とさせていただいておりますが、それぞれのねカードについてお伝えさせていただくと、まず A のカードですね。 A はこちらの三角座というねカードになっております。そして真ん中 B ですね。 B は南の冠座というカード、そして最後 C ですが、 C はうさぎ座のカードになっております。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードを選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらですね、三角座のカード、もしくはね、A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。では早速ですね、カードのオープンからしていきます。はい、今回はあなたの恋が開花する時期やタイミングはというテーマでね、まああなたが今している恋がまあ花開くと言いますかね、実る時期やタイミングであったり、あなたにですね新たな恋が訪れる時期やタイミングね、そちらを見ていきたいと思います。はい、こちらのカードが出ました。今回ですね、カードといたしましては上のカードですね、こちらがねあなたの恋が開花する状況ですね、どんな状況によって恋が開花していくのか、そしてどんな人と、恋が実っていくのかっていうのをね表すカードになっています。で、下のカードはこちらはねそのお相手の方とあなたはどんな恋を手にしていくのかというのをね表すカード、そして最後こちらね、デッキがございますが、こちらでですね、恋が開花していくタイミングや時期ですねを伝えていこうと思いますので、まあこちらはね後ほどシャッフルしてまた見ていきたいと思います。カードね4枚引いていこうと思うので、その数字がね時期やタイミングを表してくれます。はい、ということで早速出たカードを見させていただきます。はい、ではですね早速見ていきたいと思いますが、まずはじめにですね今回出た結果をね見させていただいたところで言うと、そうですね、あなたの恋がまあ実る時期といいますかね、まあシチュエーションを表すところをねまずまあ上ですね、上のカード見ているんですけれども、結構ねそのあなたが何でしょうね、ちょっと苦しい状況に陥った時に、恋がね、逆に言うとその実り始めていくというかね、あなたが辛い時にそのあなたの愛する人が歩み寄ってきてくれてね、あなたのことを心配になって歩み寄ってきてくれて、それをねきっかけに2人の仲が急速にこう深まっていくというか、まあそれこそね、恋に発展していくというような、まあそういうね、カードが出ているんですね。で、すごくそのお相手の方はあなたのことを見ていらっしゃると思います。細かいところまでね、よく観察していらっしゃっていて、だからこそあなたが落ち込んでいるっていうところにも気づけた。それがきっかけでね、まあ、先ほどもお伝えしましたが恋に発展していくっていうこともあるんじゃないかなと思うので、まあこのあたりですね、それぞれのカードを見ながらね、詳しくお伝えしていこうと思います。まずね上のカードから見ていきます。こちらはですね、あなたの恋がどんな状況で開花していくのか、そしてどんな人と恋が実っていくのかっていうのを表すカードになるんですが、まずちょっとこのカードからね見ていきます。はい、こちらのカードはソードの10というカードになっています。まあ、このカードですね、まあ、表す意味といたしましては、
決定的な出来事ということであったり、試練ということを表すカードになります。ちょっと光の具合でね、あまり見えにくいかもしれないですが、これね、絵を見ていただきますと、倒れている人に剣がね、もうことごとく刺さっているというかね、もう本当にもうすごく辛い、痛々しい状況を表しているわけなんですが、そういった形で、まあ、心というかね、体もちょっとこう痛むというかね、こう苦しい状況になるくらいの試練が訪れるっていうね、意味のカードなんですね。もしくはまあこういった形でね、もう倒れている人に剣が突き刺さっているぐらいなので、もう本当に決定的な、もう何かもう諦めなくてはいけないというか、絶望を感じるようなね、まあ、ちょっと厳しめなメッセージを持っているカードになります。うん、でこれがね、その恋の始まりといいますか、あなたがそういった、まあ、ちょっとこうスランプですね、もう本当にこう頑張って目指そうとしていたことをちょっと諦めなくてはいけないかもしれない、それぐらいの何かこうどん底にいたり落ち込んでいたり不安にでいっぱいだったり、まあ、絶望を感じている時に実は恋が始まっていく、開花していくわけなんですね。そのあなたが苦しい状況の時にこちら見ていくんですけれども、このカードですね、カップのページというカードになります。でこのカードが持っている意味といたしましては、愛情深さであるとか優しさであるとか信頼とかですね、まあ恩和っていうね意味のカードでもあるんですけれども、まあそのね、こうあなたが苦しんでいる時に、あなたと恋を実らせていくお相手の方がね、まあ、唯一ではないかもしれないですけども、あなたに救いの手を差し伸べてくれる、あなたに歩み寄ってきてくれて、もしかすると周りの人はあなたのことを助けずに、まあ、見放すっていうわけではないですけども、まあ、見て見ぬふりをしていらっしゃる状況かもしれない中、その人だけはあなたに優しさを持って近づいてきてくれるわけなんですね。うん、あなたが苦しくて孤独を感じている時に、その人は愛情を持って近づいてきてくれる、なんかこう少女のようなね人が見えますけれども、まあカップね、こうまあその中にはまあちょっと見えにくいかもしれないですが、魚とね、水が入っているわけですね。それはこれはまあ心の優しさ、美しさを表しているわけなんですね。そういった美しい心を持ってあなたに笑顔でこうなんでしょうね、こう微笑みかけてくれるとかね、大丈夫ってね、こう声をかけてくれたり、実際に助けてくれたり、力になってくれたりね、そういった優しさを持って接してきてくれる。で信頼関係っていうカードでもあるので、そういったあなたが苦しい時に手を差し伸べてくれるお相手の方だからこそ、あなたも心を許すことができ、互いに信頼関係が生まれていく。この信頼関係が後に恋を生んでいくんだと思うんですが、こういうふうに発展していくんじゃないかなとも思います。まあ、それぐらいね、こう苦しい時に、なんかこうあなたにとっては光が差し込むような形でその人が登場するというか現れてきてくれるわけですね。もしくはもうすでに出会っている方かもしれません。出会っている方で、その人があなたのこの異変を察知して現れてくれる、まあ、そういった状況で恋がまあ開花に向かっていくんじゃないか、まあ、実っていくんじゃないかなと思います。で次このカードを見ていくんですが、こちらのカード、このカードはですね、ワンドの4というカードになっていて、このカードが持っている意味といたしましては、安堵、まあ、安心する気持ちですね。はあ、よかったみたいなね、なんかそのほっと一息つけるような、そういったね、何でしょう、うん、こう安心に包まれるような状況を表すカードなんですね。まあ、平和と安らぎを得るという意味でもあるカードなんですが、まあ、その人がねこう何でしょう、こう助けてくれることによって、あなたがこう試練を抜け出すことができて、あ、よかったなっていうね、まあ、すごくその人に対して感謝の気持ちを抱くことができる。そしてその感謝の気持ちだけでなく、あなた自身もそのお相手の方に対してその愛情をね抱くようになっていく。でお相手の方もあなたに近づいてきた段階から愛情を持っていらっしゃったんだと思います。うん、だから苦しんでいるあなたを見て、やっぱ助けたいと思ったわけなんですね。うん、だそういった形であなたのピンチから恋が生まれていくというようなことを表すカードが出ていて、最終的には2人がまあ結ばれるような形でホッと、お互いが安心とか安らぎとかね、居心地の良さを感じられる、まあ、そういったすごくね、穏やかな関係を築けていけると、そういった状況を表してくれているカードが出ています。でそのお相手の方どういう人なのかっていうと、こちらのカードが表してくれているんですが、このカードフクロウのカードになっています。フクロウというのはね、すごくこう
何でしょう、洞察力というか、まあ、観察する力、観察する能力がね、高い生き物として描かれているわけなんですが、すごい細かいところまでもしっかりと観察している、うん、細かい異変にもこう気づけるというようなね、そういった意味のカードになっています。だから日頃からあなたのことをすごく見ていらっしゃるんだと思います、うん、まだ近づいてきたい、来ていないにしても、あなたのことを遠く離れたところからかもしれないですが、ちゃんと見ていらっしゃるんですね。もしくはもう身近にいる存在かもしれないですけれども、とにかくあなたのことをあなたが思っている以上に観察していらっしゃるわけなんですね。だから他の人には気づけない異変に気づいて歩み寄ってきてくれる、うん、そういったね、方なんじゃないかなと思います、うん、これは定期的にその人と遭遇している、していないに関わらず、あなたのことをね、まあこうあなたと何でしょう、こう会うシチュエーションがあった時にはすごく観察していらっしゃると思います。いろいろ細かいところまで見て情報をキャッチしていらっしゃる。だからこそ気づけたわけですね、うん、だからそういうね、すごいあなたのことを見ていらっしゃる方ですね、が一つ特徴として、まあ、挙げられるのかなと思います。洞察力が非常に鋭い方ですね、うん、だから何かこうあなたがちょっと変えただけでそれにも気づいていらっしゃるかもしれません、うん、ちょっとね、なんかこう新しい洋服をあなたが買ってね、それをこう着ていった時に、今まで着ていなかった服だから、あ、新しい服買ったんだみたいなね、まあ、髪の毛を切ったら髪の毛切ったんだ、まあそれは気づくかもしれないですけどね、なんかそういうね、こう細かいところもちゃんと見ていらっしゃる方っていうのが一つね、特徴として挙げられるのかなと思います、うん、まあフクロウということなのでね、まあもしかしたら、まあちょっとこう寡黙な方ではあるかもしれません。まあいろいろね、こうすごい、まあおしゃべりな方というか、じーっとこう見つめているみたいな、そういうね、タイプなのかもしれないですね。はい。うん。まあそういった形で恋が開花していくということで、次、医者のカードを見ていきます。どんなね、あなたがそのお相手の方とね、どんな恋を手にしていくのかということを表すカードになりますが、うん。まずこちらから見ていきましょう。はい、このカードはキリンのスピリットのカードが出ています。キリンというのはすごいこう首のね長い生き物になっておりまして、その高いところからね周りを見渡すことができるという意味のカードで、まあ、全体を見渡しましょうという意味のねメッセージがあるんですけれども、これはあなたの視野が広がっていくっていうね、意味のカードになります。人生のあらゆる面における視野が広がっていくということで、そのお相手の方とね、まあ、あなたが結ばれることで、あなたが今までにしたことがなかった体験をね、することができたり、今まで知らなかった知恵をこうなんでしょうね、取得することができたり、もう本当にねすごい今まで知らなかったことをいろいろこう知ることができるようになっていく、そういった意味で視野が広がっていくんじゃないかなと思います。あなたの人生のその幅みたいなものがこうぐーっと広がっていくみたいなね、そういう恋をしていけるんじゃないかなと思います、うん、で次このカードを見ていくんですが、はい、ウィズドムっていうねカードなんですが、これね、何でしょう、こう海の底の部分ですね、こう海底の部分をこう潜っている、何でしょう、こう人魚のようなシルエットがね描かれているわけなんですが、これはその水面下で物事が進んでいくっていう意味のカードなんですね、うん、だからあなたが目にしているね現象だけじゃなく、実はあなたの気づいていない部分で恋はどんどん進んでいくというようなね、そういったカードになります。だからあなた自身は表面的なことだけにとらわれるんじゃなくて、しっかりとねその周りの状況であったり、うん、まあそうですね、まあ、表面的なことだけにこうとらわれないっていうことが大事だっていうことを伝えてくれているわけなんですね。実はあなたの知らないところで物事は進んでいるから、ね、その表面的な部分というのはこの何でしょう、海でいうと海面の部分ですね。海面はすごくこう、ね、こう波が荒れていて、まあ、波が荒れている状況というのは二人の関係性が、ね、ちょっと悪い時かもしれないんですけれども、だとしても海底は実は静かなわけなんですね。だから目の前に起きている現象だけでお相手の方、まあ、その、ね、荒波が起こるっていうわけではないですけれども、その、ね、目の前に起こっている現象だけで何事も判断してはいけないと、ちゃんと物事の奥深くまでを理解する、お相手の方の発言の、ね、発言だけを気にするんじゃなくて、
その発言の裏側にある心境は何なんだろうかとかね、どういう状況があってその発言に至ったのかとかね、そういった奥底の部分までをちゃんと見ていけば、ね、しっかりと安定した関係が続いていくっていうことを伝えてくれているカードでもありますので、うん、そこはね、意識するべきポイントではあるのかなと思います。で残り2つのカードなんですが、まあ、フォーカス、あとフォーカスオンラブっていうね、まあ、同じフォーカスのカードが出ています。まあ、1つ目の、ね、フォーカス見ていくんですけれども、まあ、焦点を当てるとか集中するという意味のカードなんですが、これね、星にめがけてこう一直線みたいなね、もう寄り道せずに一直線でね、その方にフォーカスしているね、様子が描かれている通り、まあ、星というのは理想とかね、希望っていうものを表すカードになっています。だから、2人の理想にどんどんね、こう、まあ、なんでしょう、最短ルートっていうわけではないですが、そこだけに集中して関係がどんどん順調にね進んでいくっていう意味のカードになります。なんかこうね行ったり来たりとかするんじゃなくて、もう本当に順調にね、2人の理想の関係に続いていくというかね、こう進んでいける、うん、まあそういったカードになっています。そしてこちらもう一つのフォーカスですね、まあフォーカスオンラブということなので、ね、愛にあなたが集中できるという意味のカードになります。まあ、あなただけではないかもしれないですね。お相手の方も含めてね、お互いがその2人の恋に集中していって、だからこそその関係が進んでいくスピードも速いということですね。だからこのシュッとね、こうまっすぐ進んでいる道が描かれている通り、すごい勢いでね、2人の関係というのは発展していくんじゃないかというですね、まあそういった、うん、すごいスピード感あふれるね、恋を体験できるようになっていくんじゃないかなと思います。でそのスタートの合図というかね、サインというのが、そのちょっとあなたが苦しい状況に陥った時、そこからね、お相手の方との信頼がまず築かれていって、ぐーっとね一気に、関係が進んでいく、まあそういったね恋になるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、最後こちら見ていきたいと思います。まああなたの恋がですね、開花していくタイミングや時期を表すカード、これね数字を表すカード出てきますので、シャッフルして4枚引いていきます。その数字がね、あなたの恋が開花していく時期やタイミングを知らせてくれているカードになりますので、4枚引いてですね、数字だけに注目していきたいと思います。はい、ではですね、もう一回だけ切っておきましょうか。はい、ではですね、数字見ていきましょう。1,2,3,4 はい、ではね、数字だけを見ていきます。はい、1つ目がこちら13ですね。はい、次が12ですね。ちょっと影になってますけれども、3つ目が44ですね。はい、次が2727ですね。はい、1つ目が13、2つ目が12、3つ目が44、4つ目が27ということで、まあ、いろんな数字出ましたが、12、13っていうのが出ていました。なので、まあ、それはね毎月の12、13のね、タイミング、13日ですね、のタイミングで、ね、何か動きがあるのかもしれません。うん、まあ、あとはですね、そのあなたが今気になっているお相手の方と出会った、まあ、12週間後、13週間後をですね、もしくは12ヶ月後、13ヶ月後ですね、そういったことかもしれません。あとは、まあ、1、3って分けていただくと、1、2もありましたけどね、1月3日とかですね、うん、まあ、そういったものもあるかもしれませんし、そうですね、13、まあ、13回目のね、何かこうお会いした時とかね、そういったものもあるかもしれませんし、何でしょうね、うん、まあ、最後に出会ってから13日後、12日後っていうものも考えられるかもしれません、うん、まあそういったね、何かヒントを与えてくれているのかなとも思いますし、まあ、12もそうですね。はい、で、次が44ですね。44というのも、うん、まあこれもね、4月4日っていうことはあるかもしれませんし、まあこの動画をね見ていただいた44日後ですね、うん、そういったものもあるかもしれません、うん、まああとはあなたが何かねこう恋が実る努力を続けた44日後っていうことも考えられるかもしれません、うん、
まあ、いろんなね時期とかタイミングを知らせてくれているのかなと。まあ、27っていうのもそうですね。まあ、27ですね。27日っていうのもありますし、まあ、あなたが27歳になったタイミングとかね、うん、まあ、44もしっかりですね。44歳になったタイミングとかそういったものもあるかもしれませんし、まあ、27、2月7日っていうのもあるかもしれません。まあ、あとはですね、27日後、27時間後とかですね、27回目の何かとかですね、うん、まあ、そういったこともあるかもしれません。あとはね、全部の数字を足したものかもしれません。13足す、12足す、44足す、27。まあ、ちょっとこう、すぐにね、暗算できませんけれども、それを足した数字がタイミングや時期を表してくれているっていうこともあるかもしれませんので、いろいろね、こう、参考にしていただけたらなというふうに思います。はい。ということで、まあ、13日、12日、27日とかはね、その1ヶ月の日付の中にありましたので、まあ、そこのタイミングで何か動き出す、であったり、関係が一気にね、こう発展していくとか、お相手の方からのアプローチがあったりだとか、いろんな動きがあるタイミングなんじゃないかなとも思いますので、まあ、44もね、まあ、これ違う角度でのメッセージを伝えてくれていたと思います。なので、まあ、これも参考にね、していただけますと幸いです。はい、ということで、こっちですね、はい、三角座のカードもしくはね A をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。もしね少しでもいいなっていうふうに思っていただけましたら、ぜひですね高評価であったりコメントなどもしていただけますと幸いです。はい、そして、まあ、今回はね全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですねなかなか人にはね相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、もし興味のある方はですねこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのですね、南の冠座のカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。では早速ですねカードのオープンからしていきます。はい、今回はですね、あなたの恋が開花する時期やタイミングはというテーマでね、あなたが今している恋がですね、まあ、実る時期、タイミングであったり、あなたにですね、新たな恋がね、訪れるタイミングや時期、そちらをですね、見ていこうと思います。はい、こちらのカードが出ました。今回ですね、カードといたしましては、上のカードがですね、あなたの恋が開花する、まあ、時期、まあ、時期というか、まあ、状況ですね、どんな状況にあなたの恋が開花し始めるのか、ということであったり、どんな特徴を持った人と、あなたは恋を実らせていくのかというのを表すカードになっています。そして下のカードは、あなたがそのお相手の方とどんな恋をね、手にしていけるのかということを表すカードになっています。そしてこちらのちょうどね、また見ていくんですが、このデッキでですね、シャッフルして4枚引いていくんですが、そこに記されている数字がですね、あなたの恋が開花していくタイミングや時期を知らせてくれているカードになりますので、これはね、また後ほど見ていきたいと思います。はい、ではですね、早速出たカードを見させていただきます。はい。はい、ではですね早速ですね、リーディングしていきたいと思うんですが、まずはじめにですね今回出た結果をね見させていただいたところで言うと、そうですね、まあ、あなたの恋に関しましては人生のね大事な時期で開花し始めていくんじゃないかなと思いますし、そのお相手の方があなたの人生を良い方向に導いて、行ってくれるんじゃないかなと、その人との出会いとかいうかね、その人の存在というものが、まあ、あなたにもこう元気、まあ、活気をつけてですね良い方向に導かれていくんじゃないか、まあ、そういったね、カードが出ております。うん、でね、その恋を手にすることによってあなた自身の何でしょうね、この周りの状況というかね、そこも次第に明るくなっていくんじゃないかなと、まあ何かこう結果がね、実り始めてきたりだとか、まあすごくこう充実していくようなね、その世界を描いているカードも出ているのでね、まあこのあたりそれぞれのカードを見ながら詳しくお伝えしていこうと思います。
はい、ではまず上のカードから見ていきます。こちらはですね、あなたがですねどんな状況において恋を開花させていくのかということを表すカードになるんですが、まずですねこのカードからちょっと見ていきましょう。はい、このカードですね、ソードの2というカードになっています。まあ、このカードは二者択一という意味のカードになっておりまして、ここに人がいますけれども、これがあなたになります。あなたが両方の手にね、まあ、ソード剣を持っているわけです。これはあなたにとっての選択肢だから、2つの選択肢を目の前にあなたが悩んでいて、どちらかを選ばなくてはいけないんだけれども選び取れないというような状況を表します。すなわち人生の岐路に立っているっていうことも読み取れるカードになっていまして、あなたが2つの選択肢どちらにしようかっていうことをすごい迷っているタイミングでお相手の方が現れ、あなた自身がそのお相手の方の存在によってどちらかの選択肢を選び取れるようになったり、そのお相手の方がどちらかの選択肢をした方がいいんじゃないかというその助言をあなたにしてくれることによって良い方向に導かれていく、まあ、そういったね状況で恋が、まあ、実っていくと同時に開花していくんじゃないかなと思います。この2つの選択肢というのはいろいろあると思います。 A の道に進むか B の道に進むかっていうこの悩みであったり、今の場所を離れるかとどまるのかという、ね、二択であったり、何かを続けるのかもう諦めるのか、どちらかを、ね、選択するという、ね、場面であったり、どちらか、何かから離れるのか、それともまだ、ね、続けるのかという選択肢であったり、挑戦するのかしないかとかですね、まあ、いろんなこれ二択だと思います。だから、まあ、そういった二択で悩んでいるとき、あなた自身も今悩んでいらっしゃるかもしれません。新たな環境に身を移していくべきか、今の状況にとどまるのか、ね、この人との人間関係を断ち切るべきなのか、いや続けていった方がいいのか、ね、何かをね、もうこれでおしまいにするのか、それとももう少し頑張ってみるのか、いろんな二択を抱えていると思うんですが、その二択で迷っている時にあなたが恋を実らせていく人との出会いがあると、もしくはその人との出会いがあなたに方向性を決めさせてくれるんじゃないかなと思います。まあ、そういったこう人生の岐路に立っている場面で恋がまあ実っていくと同時に、まあ、あなたもね良い方の選択肢を取れて、まあ、後ほども見ていきますけれども、あなたの身の回りが非常に充実していくと、その人との出会いや恋を発展させていくことでね、まあ、そういったことを伝えているカードになります。で、次こちらのカードを見ていきますが、はい、このカードですね、ペンタクルのページというカードになっています。まあ、このカードをですね、まあ、持っている意味からお伝えすると、キャリアを積みたいということであったり、まあ、あとはねそのお金のようなものを表しているので、経済的な問題を解決したいっていう意味のカードでもあったりします。あとはあなた自身が可能性を手にしたいっていうね意味のカードでもありまして、これはねいろんな、まあ、メッセージ今お伝えしましたけれども、どれか一つに当てはまっているんじゃないか、当てはまっていればね、まあ、そのタイミングで、恋が実っていくということなんですが、まずはキャリアを積みたいということで、まあ、例えばあなた自身が理想のキャリアを手にしたいっていうふうに思っていて、こう悩んでいる時ですね、理想のキャリアに挑戦するべきなのか諦めるべきなのか、現状ね今の安定をまあ、逃すっていうのもやっぱこう怖いから、今の状況にとどまるのかっていうね、その二択で悩んだり、あとは経済的な問題を解決するためには何かねこう場所を変えるべきなのか変えないべきなのかとかね、あとは新たな可能性を手にしたいというのは、何かねもっとこう違う人生を歩みたいというふうに思っていて、でもどうしたらいいのかっていうのを悩んでいる時ですね。そういう時に出会いがあったり、あなたが恋している人が何かこうね寄り添ってくれて、恋にも発展していく、そして人生の、パートナーにもなっていくんじゃないかなというのがこちらのカードになります。このカードはカップの10というねカードになっていて、このカードが持っている意味といたしましては、愛する人との幸福な生活というね、幸福な、まあ、暮らしですねという意味のカードになっています。まあ、ここでね2人が、まあ、愛し合っている2人がね、一緒になっていて、空にかかっている虹を眺めています。この虹というのは幸せを表す象徴、そしてその虹の中には10個のカップが描かれています。この10という数字は全てが手に入った数字、1から9の全てが揃うことで10が成り立つわけなんですが、自分たちの欲しかったものが全て手に入って2人が非常に満足している状態、
幸せに満ち溢れた状態を表すカードになっていて、まあ、その人との出会いがあなたのそのプライベートな部分、プライベートな生活をまあ充実させていくっていうのはもちろんあると思いますし、なんかキャリアとかね、お金の問題とか可能性をつかみたいっていうのがありましたけれども、そっちの面でもいろいろね、手にしたいものが手に入っていき充実していく、まあ、そういったね、公私ともに充実していく、幸せになっていくっていうようなカードが出ているんですね。だからこう迷っている場面っていうのはね、今もしこの動画を見ていらっしゃるあなたにも今訪れているのであれば、実はそれがね、もう恋の始まりであるとか、まあ、スタートを表しているんじゃないかなとも思います。うん、でまたそういった悩みがない場合は、今後ね、そういうね、こう人生の岐路というか、どっちにしようかなってこう迷う場面があった時に、あ、その時に恋が始まるんだなっていうね、なんかこう頭の片隅にでも置いていただけたらね、嬉しいんですけれども、まあそういったメッセージを表すカードが出ていました。でどんな人なのかっていうね、特徴についてはこちらがね、表してくれているのかなと思うんですが、このカードムーン、月というカードになっています。まあ、月というのはね、まあ皆さんもご存知、夜にね、こう現れるものになりますので、何かこう夜のね、まあその夜になってからとかね、まあ夜遅くまでしていらっしゃる、お仕事をされている方ですね。まあそういったのがまず一つ特徴として挙げられると思います。これは全てではないと思います。特徴の一つですね。まあそういった方、もしくはというところですね。もしくはこの月というのはね、こうサイクルを表すカードなんですね。満月になってからまたこうね、まあ、三日月になったりとか新月になったりとかね、こう一連のこのサイクルを表しているわけなので、何かこうね、同じサイクルを続けていくということで、何かこうルーティンワークをしていらっしゃる方ですね。そういったルーティンワークを、まあ、取り入れていらっしゃったり、実際のお仕事とかでされている方ですね。まあそれが一つ特徴、まあ特徴の、まあ二つ目というかね、夜のお仕事、もしくはそのルーティンワークをしていらっしゃる方とかね、そういった形で伝えてくれているんじゃないかなと思います。まああとはね、先ほどもありましたが、まあ出会う状況として伝えてくれているのであれば、何かこう朝に出会うというよりかは夜に出会うんじゃないかなと思います。夜にこう関係が育まれていく、そのお相手の方と朝というよりか夜に関係が進んでいくんじゃないかなということでも伝えてくれているカードだと思いますので、まあ、いろんな、ね、メッセージとして捉えていただけたらいいのかなと思います。はい、まあ、そういった、ね、状況で、まあ、恋が実っていく、開花していくという中で、あなた自身がどんな、ね、恋を、まあ、そのお相手の方と手にしていけるのかということで、下のカードを見ていきます。まずこちらのカードから見ていくんですが、このカードはですね、フロッグ、まあ、カエルのカードになっています。カエルというのはね、カエルのこのスピリットのカードは、ね、ガラクタが片付いていきますということで、あなたの身の回りにある何かこう厄介事であったり、まあ、それこそ問題ですね、問題とかトラブルとか、そういったね、まあ、ガラクタっていうとね、ちょっと、なんでしょうね、こう不要なもの、なんかこうあなたの足を引っ張っているものとか、なんかこう嫌な影響を及ぼしているもの、まあ、それらがね、こうどんどん片付いていくよと、ね、身の回りがこう綺麗にクリーンな状態になっていきますよと、そしてあなた自身も心穏やかになっていくと、まあそういうね、意味のカードなんですね。だからそのお相手の方と出会ったり関係を進めていくことによって、あなた自身の力では、あなた一人の力では解決できなかった問題も、お相手の方と一緒になることで、あなたが実力以上の、まあ、パワーを発揮することができ、その長年続いていた問題がようやく解決させることができたり、トラブルが収束していったり、なんかこう余計なね、まあ、ガラクタと呼べるような、なんでしょう、まあこう物事であったり、スケジュールであったりね、そういったものがどん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 こう順調に片付いていて、非常にすっきりした状態になっていくんじゃないかと、そういうのをね、表すカードがこちらになります。で次このカードを見ていくんですが、このカードはですね、ブレッシングっていうカードで、まあ、祝福というね、意味のカードになります。まあ、祝福を受けるということで、そのね、お相手の方との関係が進んでいくことで、周りの人からも、まあ、お二人のね、関係を、まあ、お祝いしてくれる人が増えていくということなんですね。最初は二人の関係を反対する人がいたかもしれません。いるかもしれません。ね、いるかもしれないんだけれども、だん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 ね、あなたたちが関係を続けていくことによって、それを認めてくれるようになる。
そして最終的にはその反対していた人でさえもあなたたちのその関係を祝福してくれるようになる、そういったね、すごくこう周りもですね、こう周りも豊かになるというか、周りにもこう幸せを届けられるようなね、そういった恋、関係性になっていくんじゃないかなと思います。はい、ちょっと順序的にはこのカード先に見とけばよかったかもしれないですが、こちらのカードですね、このカードは、これ灯台がね映っていますけれども、これ輝きという意味のカードになっています。この輝きというカードの中にこの灯台が描かれているわけなんですが、灯台というのはね、その暗いところでも光を放っている、その輝いている存在なんですね。でこの暗い状況というのは何でしょう、こう夜とかね、その暗い状況はこう苦しさとかね、こう過酷な状態とかを表したりもするんですが、ね、その中でも灯台だけは明るく輝いている。そのことからあなたの身の回りが苦しい状況もあなただけはそのお相手の方とのつながりを感じられて明るく振る舞うことができる。そしてそれらその明るく振る舞っていることが最終的にね、この祝福につながっていくというような、そういったね、どんな状況においてもあなたはそのお相手の方とのつながりがあることで満たされていて、物事をね、こうどんな辛いことでも、ポジティブに捉えることができ、それを乗り越えていくと。でその乗り越えていく姿を見て、なんかこう周りの人もこう励まされたり元気づけられたり、 あなたはすごくね、こうなんかそんなつもりはなくても自然とね、周りにこう幸せを届けていって、ゆくゆくはみんなが2人、あなたの恋を応援してくれるようになるとかね、そういった自分たちだけが幸せで周りの人からすごい批判を受けるような、そういう恋じゃなくてね、2人も幸せだし周りの状況も和やかになっていくみたいなね、そういう恋を手にしていくんじゃないかなとは思います。はい、で次、最後ね、このカードを見ていきますが、このカードはフォギブネスっていうね、カードになっていて、許しっていうね、意味のカードになります。許しで、許せるようになっていくわけなんですね。今あなたが許せない物事っていうのはいろいろあるんじゃないかなと思います。なんかこう、不平不満を抱いていらっしゃることっていうのはね、人それぞれ何かしらあると思います。もうこれだけは許せないとかね、なんかそういったこう腹立たしいことっていうのはあると思うんですけれども、それもね、なんかこう許せるようになっていくわけなんですね。だからそれぐらいあなたに心の余裕ができていくようになる。それはお相手の方との関係がね、より豊かになっていくことであなたの心にも余裕が生まれ、今まで なんかこう絶対許せないみたいなね、そういったものも、全然いいですよと、ね、なんかすごいこうおおらかな人になっていけるというかね、許せなかったものも許せていけるようになる。もうそんなこと気にしていないですよと、もっと前を向いていくだけなのでみたいなね、すごいこう本当に、ポジティブなね、人になっていけるんじゃないかなというね、でそれが許せるようになっていって、周りの人に対するその態度というかね、その振る舞いとかも、あなた自身の振る舞いも変わっていって、あなたに味方が増えてくるみたいなね、そういう恋を手にしていくんじゃないかなと思います。はい、ということでね、ここまで見させていただいて、最後あなたのね、恋が開花していく時期、タイミングをね、表す、数字のね、カードを見ていきたいと思います。シャッフルして4枚引いていきます。その4つの数字が恋が開花していくタイミングや時期を伝えてくれていますので、そちらね、シャッフルして見ていきたいと思います。はい、ではね、数字だけに注目していきますので見ていきましょう。1,2,3,4ということで、はい、ではですね、早速見ていきましょう。一つ目が1,7,17ですね。はい、で二つ目4、はい、そして三つ目が3,3ですね。で四つ目が4,8、一つ目、もう一回見ていきます。一つ目が1,7、次が4,4ですね。で次が33、で、最後は48ということなんですけれども、ね、それぞれ見ていきましょうか。17ね、これ毎月17日あると思います。で、17日にね、
その何かこうね、恋が動き出すタイミングとかね、そういったものを表してくれるのかもしれないですし、まあ、この動画を見ていただいた17週間後とかね、まあ、そういったものもあるかもしれません。あとはね、最後にお相手の方と会った日から17日後とかね、連絡を取った17日後とか、まあ、17週間後かもしれないですけどね、それはちょっと長いかもしれないですが、まあ、そういったね、ことを伝えてくれているカードかもしれません。あとはですね、なんかこう17回目の何か、17回目のね、なんかこう会った時とか、まあ、ちょっとこう回数多いですけどもね、まあ、そういったものがあるかもしれません。あと、はい、で次ですね、4というのもね、毎月4のつく日があります通り、まあ、4日にね、動き出したり、まあ、4月っていうこともあるかもしれないですね。あとは4週間後、4日後とかですね、まあ、この動画を見ていただいたタイミングであったり、最後に何かこう会った日とか、最後に連絡を取った日とかね、まあ、そこからの4日後とかですね、まあ、そういったものもあるかもしれません。まあ、あとは、まあ、お相手の方と関係を持った4ヶ月後に、ね、動き出したりだとか、まあ、そういったものもあるかもしれませんし、4回目の何かを迎えた時ですね、まあ、そういったものもあるかもしれません。まあ、あとは33も33日ごと33時間後とかもね、あるかもしれないし、33歳にあなたがなったタイミング、で動き出すかもしれません。開花していくかもしれません、し、あなたの気になっている人が33歳になったタイミングでね、恋が実っていく、そういったことを伝えてくれているのかもしれません。そして48、まあ、48時間後、48日後っていうのもありますし、48というふうに分けていただくと、まあ、4月8日ですね、というのもあるかもしれません。まあ、あとはですね、まあ、ここまで見た数字174+4+33+48ですね、まあ、ちょっとこれ計算していただきたいんですけれども、まあ、それらを合わせた数字もね、何か恋が開花していくね、時期であったりタイミングを知らせてくれている可能性もありますので、まあ、そこもね、受け取っていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、こちらですね、はい、南の冠座のカードですね、もしくは B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。もしね、ちょっとでもいいなというふうに思っていただけましたら、ぜひですね、高評価であったりですね、コメントなどもですね、していただけますと幸いです。はい、まあ、今回はね、全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね、何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますのでね、もし興味のある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後こちらですね、うさぎ座のカード、もしくはね、C ですね、 C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。では早速ですね、カードのオープンからしていきます。はい、今回は あなたの恋が開花する時期やタイミングはというテーマで、まあ、あなたがですね、今している恋が、ね、実るタイミングであったり、時期はいつなのかということであったり、あなたにですね、新しい恋が訪れるタイミングや時期はいつなのかっていうのもね、合わせて見ていこうと思います。はい、こちらのカードが出ました。今回ですね、カードといたしましては、上のカードがですね、あなたのですね、その恋が開花する状況、ね、どんな状況であなたの恋が開花していくのか、そしてどんな特徴を持った人と恋を実らせていくのかっていうのを表すカードになっています。そして下のカードは、そのお相手の方とあなたはどんな恋を手にしていくのかというのをですね、表すカードになっています。で、後ほどこちらのね、こうデッキ見ていくんですが、こちらがですね、そのあなたの恋が開花していく時期であったり、タイミングを表すナンバーのカードになっています。数字ですね、数字が出てくるカードになります。まあ、その数字が、まあ、その実際にね、開花していくタイミングとか時期を表してくれるカードになりますので、これ後ほど見ていこうと思います。はい。では、早速出たカードを見させていただきます。はい。
はい、ではですね、早速見ていきたいと思うんですが、まずはじめにですね、今回出た結果をね、見させていただいたところで言うと、そうですね、あなたが、あなたの恋が、まあ、開花していく、実っていく、まあ、状況としてね、まず見たところで対しましては、すごくね、あなたは一生懸命頑張る人だと思います。ね、努力家な方。ね、まあ、コツコツとね、状況を変えようと、今ね、努力に努力を重ねていらっしゃると思うんですが、それがね、なかなかちょっとね、まあ、報われなかったり、結果が出るまでに時間がかかっているっていう状況の中で、まあ、なんかね、あなた自身がもう何かを投げ出しそうになった時、うん。もうこのままじゃもういけないのかもしれない、すごいこう不安にも苛まれる時に、まあ、出会いといいますかね、恋の展開が訪れてですね、そしてまあその苦しい状況を抜け出せていくと同時に、そのお相手の方とのね、恋がどんどんこう発展していくのを、何でしょうね、こう目に見て感じられるようになっていくんじゃないかなというのがね、まあ、今回出た結果からは読み取ることができましたので、まあ、このあたりですね、それぞれのカードを見ながら詳しくお伝えしていこうと思います。はい、ではですね、まず上のカードから見ていきます。こちらはですね、あなたの恋が、まあ、どんな状況においてですね、開花していくのか、実っていくのかっていうのを表すカードになりますが、まずはこちらから見ていきます。はい、このカードはペンタクルの8というカードになります。で、このカードが持っている意味といたしましては、まあ、真面目な取り組みであるとか地道な努力ということで、まあ、これがね、冒頭で少しお話ししました、あなた自身が今何かを変えようとしていたり、何かを手にしようとしていて頑張っている様子を表すカードなんですね。うん、だからあなたは今ね、自分の目の前に広がる現実を理想のものに変えようと一生懸命頑張っていらっしゃっていたり、理想のね、うん、何かこう未来を手にするために努力をしていらっしゃる、まあ、そういった状況なんじゃないかなと思います。ね、その一つ一つの努力が地道なものであったとしても、あなたはね、それをこうきちんとやっていて、それをこう積み重ねていらっしゃる、まあ、このカードを見るとね、目の前にある作業に必死にこう打ち込んでいる様子、たとえやることが多かったとしても、そこから逃げ出さずにですね、取り組み続けている、まあ、そういった、まあ、何でしょう、まあ、没頭しているっていうふうにもね、読み取ることができるんですが、コツコツとね、やるべきことを取り組んでいる、まあ、そういった状況を表すカードなんですね。うん、けれども、そういった努力に対しての、なんかこう、まあ、何でしょう、割に合うというかね、うん、割に合う成果がまだ出ていないっていう状況なんじゃないかなと思うんですね。こんだけ努力しているのに結果は出ているんだけれども、こんだけしか出ていないのか、もしくは結果すらも出ていないのかもしれません。こんだけ努力しているのになんで結果が出ないんだろうみたいなね、そういう状況なんじゃないかなと思うんですが、こちらのカード、はい、このカードはですね、カップのキングというカードになっています。で、このカードはもともと正位置の時にはですね、寛容とか寛大っていう意味のカードなんですね。だから心を広く持って周りの人に対しても思いやりを持って接することができるという意味のカードなんですが、これ逆位置で出ています。逆位置で出ますと、もうそんな人のことなんて構ってられないという状態ですね。うん、むしろこう自分を理解してほしいとか、なんかこう、いっぱいいっぱいな様子を表すカードなんですね。これも先ほど努力しているのに、その結果が出ていれば、あなた自身も周りに対して寛容になることができて、まあ、ちょっとやそっとなことでもこうイライラしたりね、なんかこう怒ったりせずに済むんだけれども、うまくいっていないっていう状態だからこそ、なんかこう些細なことでカッとなってしまったり、ちょっとこう感情的になってしまう、だからちょっとこう精神的にも不安定になりやすい状況を表すカードになっています。で、なおかつ次のこのカードも見ていくんですが、こちらのカード、このカードはですね、ムーン、これ月ということを表すカードになりますが、この月というカードは不安とか悩み心配事を表す象徴になります。だからあなた自身が、ね、努力しているのになかなか結果が出ないから、もうどうしたらいいのっていうね、もう何をしたらいいのかもうわからないみたいな、どういうふうにしたら、じゃあ一体自分の目の前の現実は変わるんだろうとかね、自分の望みのものは手に入るんだろうっていうね、そういったこう悩みに悩みがこう湧き起こってきているとかね、将来に対してのちょっとこう不安を感じているというか、まあ路頭に迷っているというとこう言い過ぎかもしれません。でもそれぐらいの、なんかこうどうしたらいいのかわからないみたいな状況を表すカードなんですね。でもその時にあなたが恋をこう、まあ、開花させていくね、その相手の方とこう出会ったり、その時に関わりが増えていくようになるということを表すカードなんですね。うん、
でもそれはあなたが努力、このなかなか報われない時期も努力を続けていくことで出会いにつながるっていうことなので、だからうまくいかないからといってその努力を今はやめないでください、ね、これ継続していくことでその先に出会いであったり関係の発展が待っているっていう結果が出ているので、もちろん不安な気持ちにはなると思います。不安な気持ちの中でも努力し続けていく、自分のねモチベーションを保ちながら続けていくことであなたのね、望みのものが手に入っていくだけじゃなく恋としても進展するチャンスが訪れると、まあ、そういったねまず内容が出ています。で、じゃあどういった特徴を持っている方とあなたがね恋を実らせていくのか恋を発展させていくのかっていうと、こちらのカードがね表しています。このカードこれ、ですね、イニシエ人っていうね意味のカードになっています。イニシエ人、イニシエの人、まあ過去の人っていうふうにもね、読み取ることはできるんですけれども、だからこれはですね、いろいろ読み方はあるんですけれども、まあ、過去の人ということで、まあ、過去にあなたがそのお相手の方と恋に発展しそうだった人でも何かしらのチャンスがなんか巡ってこなくてその時には恋にまでは発展しなかった、そういった方がもう一度あなたの目の前に現れたり連絡を入れてきてくれたりして、その人と恋に発展していくとか、昔ねそのお付き合いを、していたけれども何かの状況で引き離されてしまって別れることになってしまった、でもその人ともう一度、ね、恋をするチャンスが訪れるということですね、あとは、あなたが過去に、ね、その人と、まあ、恋に発展していなかったりなんか接触はなかったんだけれどもすごい思いを寄せていた人で今もなお忘れられずにいる人、その人がようやくその人とようやくねこうなんか接触する機会が訪れたり、なんかねこう偶然の遭遇がきっかけで恋に発展していくとかね、そういった過去に何かしらの接触、まあもしくはあなたが認知していた人、とね恋に発展していくというか、その人との恋が実っていくというねカードが出ているんですね。だから新しく出会う人というよりか過去に何かしらの形であなたが見て知っていた人、見知っていた人というかね、もしくはもうすでに関係を持ったことがあるような方ですね。で今もなおこう忘れられないでいる方とか、もう一度ねあなたがあの人ともう一度チャンスがあれば恋をしていきたいなと思っていた方、そういう人と恋が発展していくんじゃないかと、いうカードが出ているので、まあ、そのお相手の方との恋がですね、その先ほどお伝えした、まあ、状況において、実っていくんじゃないかなと、いうのがまず出ております、で、次ですね下のカードを見ていこうと思います。こちらはですねそのあなた自身がそのお相手の方とどんな恋を手にしていくのかっていうね意味のカードになるんですが、まずはこちらから見ていきます。はい、このカードフラミンゴのねカードになります。まあフラミンゴね見たことある方だったらわかると思うんですが、まあ一本足でねこうバランスよく立っているね、様子が あると思うんですけれども、様子があるというかねそういった生き物だと思うんですけれども、まあ、そういったことからですね、まあ、こう絶妙なバランス感覚を持つ、まあ、生き物として描かれているカードになります。まあ、描かれているわけなんですが、まあ、そういった形であなたもこう絶妙なバランスでねいろんな物事をうまく進められるようになっていくっていうことなんですね。だからその先ほどは努力しているんだけどもなかなかうまくいかないということであなたの精神状態も不安定になりやすいっていうのがありましたけれども、その努力していたことが、ね、だんだんこう報われてくるようになってきて、そのねあなたが頑張っていたことが順調に進むようになっていく、そうすることであなたのメンタル的な部分、精神的な部分もこう安定していくし、同時に、ね、その先ほどもお伝えした特徴のお相手の方との恋もうまくいき始める、だから複数の物事が同時にねうまくいき出すっていうねことを表すカードなんですね。バランスが取れるようになっていく、どこかがうまくいってどこかが悪くなるっていうのではなくて、どれもこうねちゃんとこうバランスよくこう安定した状態が築かれていくというね意味のカードになりますので、まあ、そういった形で一つ一つの物事がうまくいき出すっていうことかもしれないし、同時にうまくいき出すっていうのはねそれは人それぞれだと思うんですけれども、とにかくあなたが携わっていること関わっていることが順調に進み始めていくと、
いうね意味のカードがまず一つと、あとは順調に進み始めていくという点では、まあ、似ている意味のカードが出ているんですが、このカード Going Forward というねカードになっているんですが、前に進んでいく、まあ、前進していくというね意味のカードになります。今まであなたが進めなかった新たな領域に進んでいけるようになると、新たなステージに向かっていけるようになると、まあ、そういった意味のカードになりますし、あなた自身もすごいねこう、まあ、いろんな物事がうまくいくことによって自信がつくんだと思います。自信がつくことで今まで前を進むことを恐れていた物事に対しても前に進んでいけるようになる。そして新たな経験であったり、ね、すごくこう大切なものをどんどんこう手に入れていける、まあ、そういった形で今の現状が切り開かれていくっていうことを表すカードでもありますので、まあ、この前に進んでいくっていうのは、そのね、まあ、恋に限らずいろんな物事に対して前進していけるっていうのと、あとはそのね、その先ほどお伝えしたお相手の方との恋もどんどんこう前進していくっていうことですね。うん、とどまるんじゃなくて、とどまってどっかでこうストップしてしまったり、なんかこう後ろにね後退してしまうんじゃなくて前に進んでいくということですね。まあ、そういったカードになります。そして、こちらのカードを見ていきますが、はい、このカードは Believe、まあ、信じるという意味のカードになります。これは、まあ、あなた自身が未来を信じれるようになるということですね。未来を信じれることによって太陽の日の光を受けてどんどんあなたが成長していくということであったり、まあ、いろんな物事が成長していくわけですね。そのお相手の方との未来も信じれるようになっていくことで、実際に2人の関係が育っていくと、まあ、そういったいろんな物事を信じれるようになっていくと思います。自分の努力は間違っていなかったんだ。そういった経験が積み重なっていくことによって、まあ、先ほども自信が生まれるっていうのがありましたけれども、自信が生まれることで今までの自分は決して間違っていなかった。だからこそ未来もうまくいく。そういうふうな形で未来に希望を見出せたり、未来がうまくいくことを信じれるようになっていって、いろんな面であなたが成長していけるというね、意味のカードになっています。で次こちらのカードを見ていきますが、このカードはですね、ニューラブということで、まあ新しい愛というかね、まあそういった、まあ直訳すると意味はそうなりますけれども、あなたがね新しい愛をどんどん手にしていくっていうわけではなくて、そのお相手の方との愛において、まあ恋においてね、新しい展開をどんどんねこう手にしていけるという意味のカードになります。まあ、実際にこう流れ星を掴んでいる人がね、掴もうとしている人が描かれていますけれども、星というのはその希望であったり理想を表すカードなんですね。すなわちあなたが望んでいるものですね。だからあなたが望んでいるものであったり、あなたが望んでいる展開がどんどんあなたの元に訪れてきて、それらを手にすることができる、体験することができる、まあ何でしょう、体現になるのかもしれないですけどもね、うん、まあ、それらをこう、ね、実際にものにしていくことができるようになるということで、まあ、あなたのその何でしょう、思い通りというかね、望み通りの展開でね、恋がその先ほどもありました通り前進していくんじゃないかなと、うん、いうことで、非常にこう、うん、楽しさにもあふれるですね、恋になっていくんじゃないかなと思います。はい、ということで最後ね、こちらですね、あなたの恋が開花していく時期であったりタイミングを表す数字のねカード、ナンバーのカードね、シャッフルして4つ見ていきますね。ですので4つの数字が出てくるわけですね。この4つの数字が あなたの恋が開花していく、もしくは新たなね恋が訪れるタイミングや時期を表すカードになりますので、早速ねシャッフルして4枚引いていこうと思います。はい、はい、ではですね、数字だけ見ていこうと思いますので、1,2,3,4 ですね。はい、ではですね、数字を見ていきたいと思います。はい、1つ目が47ですね、2つ目が54、3つ目が51、まあ大きい数字が続いてますね。32、32、もう一度見ていきましょう。47、47、あとはですね、54、54ですね、51、4つ目が32ということで、ちょっとね、それぞれ見ていきたいと思います。47ね、まあ、47日後、まあ、この動画をね見ていただいたタイミングの47日後とか40、うん、40
7時間後とかね、まあそういったものもあるかもしれませんし、4、7、4月7日っていうこともあるかもしれません。あとはですね、まあ、あなたがね、その47歳になったタイミングでね、恋が開花するとかですね、まあもしくはあなたの思っている人が47歳になったタイミング、あとはいろいろ考えられますが、あなたとそのお相手の方の年齢を足して47歳になった時、とかも言えるのかなと思います。うん、まあ、あとはあなたがそのお相手の方と最後に会った47日後に何かこうね連絡が来たり、進展が見られるということであったり、あなたが新たな恋をね掴むために努力した47日後に、ですね、まあ、先ほどもこうコツコツと努力するっていうのがありましたけども、その努力をした日数ね、47日後に新たな恋をつかめるのかもしれません。まあそういった理論で言うとね、54というのもそうですね。まああなたが54歳、お相手の方が54歳というのもありますし、2人の年齢が54というのもあるかなと思いますし、54、5月4日に何か生まれるのかもしれません。54日後にですね、何か進展がある。最後にね、連絡を取ったり関わったりした54日後、ですね。まあ、何か進展があると、まあ、あとはそのイニシエ人っていうのがありましたのでね、だから過去に携わった人ですね。だから、54日ぶりに連絡があるとか、54ヶ月ぶりに何かがあるとかね、まあ、そういった展開なのかもしれません、54ヶ月というと、約4年ちょいですかね、4年半ですかね、とか4年半ぶりに連絡が来るとかですね、まあ、51っていうのも5月1日とか、2人の年齢51歳とか、51ヶ月ぶりにとかね、51日後にとかですね、あなたが何か努力をした51日後をですねっていうのもあるのかなと思いますし、32っていうのも、まあ、あなたが32歳になった時とか、お相手の方が32歳になった時に2人がなんかこう出会うね、そのイベント、まあ、出来事とかが発生するのかもしれません。まあ、3月2日っていうのもあるでしょうし、32日後っていうのは言いましたね、まあ、32ヶ月ぶりにとかね、そういったものもあるかもしれませんし、まあ、ここまでお伝えした数字、47、54、51、32、まあ、これらの数字を全部足した数が何かこうね、開花する時期であったりタイミングを知らせてくれているっていう可能性もあるのでね、まあ、いろんなメッセージとして、受け取っていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、こちらですね、うさぎ座のカードもしくは C をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。まあ、今回ですね、まあ、動画がですね、少しでも、まあ、いいなというふうに思っていただけましたら、ぜひね、高評価であったり、コメントなどもしていただけますと幸いです。はい。まあ、あとはね、まあ、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね、何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人にはね、相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、もし興味のある方はですね、この動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。それでは、今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。